に陰謀り、隠れ身のおにぎり。箱根湯本はアニメキュートハイアースディフェンスの主人公の一人です。箱根は幼い子供のような声を持つあどけない見た目のキャラクターです。箱根湯本は日本の有名な声優兼歌手である山本和富が声を担当しています。もう人間は変なところ気にするんだから、おかしい生き物だね。そうだね、あはははは。どうもありがとうございました。山本和美さんは子供のような性質で有名で、女性キャラクターの声を完璧に演じることができます。これまでに和富が声優を務めたキャラクターの一部を見てみましょう。もう逃がさないぞ。近づいたら死にますから。なんでウォンバットはおかわり大好きってネットに書いてある。美男高校地球防衛部ラブ箱根湯本。ローリングショットにさらに回転を加えたことでセンスのスピードが増している。ベイブレードバースト山吹明。天国の父さん、戦争はまだ終わっていません。機動戦士ガンダムエイジ清明の。違うよ、叫んでるのは世界、耳を塞いでるのはその叫びにおののいてるから。アナザー望月優也。と思ったんですけど、やっぱり無理でした。でもちゃんと知ってもらえば女の人と普通に付き合えると思いますけどね、マダラメ先輩。原始圏2代目鳩健次郎男。ヒヒー、了解です。師匠も先輩もいつも空に優しくしてくれるので、空は幸せいっぱいな。3人でアンサンブルスターズ春川中。いい加減にしろ、てめえ女とイチャコラしてんじゃねえんだぞ。似たようなもんだろ。違う、元に戻る方法を探すの手伝ってくれる話はどこ行った。黒ギャルになったから親友としてみた千原紫音。リリー、山本は地球人だ。イーチー。こっくりさん山本くん。お父さん、ねえお父さん、ほんとこれかぶって街に出るの、僕恥ずかしいよ。日常中野情報。これフェイスパックというものです。一人に似てないこれ。刀剣南部花丸乱れ刀四郎。佐藤よ、俺はな、同級生の裸に興味があるわけではないんだよ、ただ恥ずかしがる顔が見たい。三つどもえ千葉雄大。でも今のままメリオダスと離れたら、僕はこれ以上強くなれない。そしたら僕は。七つの題材ギルサンダー若い自分。とりあえずここでやめましょう。お気に入りの山本和美の声のキャラクターを見逃している場合はコメントでお知らせください。和富さんは本当に子供のような声のトーンを持っていて、誰もがそれを愛しています。近い将来、和富氏がさらに似たようなキャラクターの声を担当することになると確信しています。ご視聴いただきありがとうございます。次のビデオでお会いしましょう。